はい、どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。連日ミニマリズムな動画が続いてますけども、今回もですね、ミニマリズムな動画になります。でですね、タイトルにありますように、その断捨離した後になんかちょっとこうネガティブな、例えばトラブルが起きたとか、断捨離した後に体調が悪くなったとかですね、そういった報告もたまにいただきます。はい。で、僕もですね、その断捨離をした後にネガティブな現象が起きちゃうっていう、その断捨離とネガティブを結びつけたくなる気持ちっていうのはものすごくよくわかります。原因があるから結果があるわけで、結果があるのは原因があるわけで、はい。なので、その体調が悪かったりとか、そのね、トラブルが多くなっちゃう理由っていうのは、その断捨離が原因なんじゃないかって考える気持ちはですね、僕もすごくよくわかります。なんですけども、僕が思うにですね、環境が思いっきり変化した時に、こう精神的なストレスを感じちゃう人っていうのは、その断捨離をして後にトラブルだったりとか体調が悪くなっちゃう傾向にあるのかなというふうに思います。断捨離はただ物を捨てるっていうものとは違って、もう部屋の中の9割、もう8割以上を捨てるっていう、作業なので、感覚的にですね、その断捨離直後っていうのは部屋の中がもう何にもない状態になってくるので、その心が落ち着かないですし、今までやっていたこともできなかったりとか、そういった状況に一瞬で環境が変わるわけなので、そりゃストレスですよねということで、そういったですね、その環境がガラッと変わった時にストレスに感じちゃう人は中にはいるのかな、なんていうふうに思います。なので、もしあなたがですね、これから断捨離をちょっとやってみたいですとかいう思ってる場合はですね、そのあなたの入学式だったりとか、その会社に入社した時だったりとか、あとは結婚して、環境が変わった時をちょっと振り返ってみてですね、その環境が変わった時に気持ちは落ちてたかな、みたいな、そういうふうに感じた場合はですね、断捨離、一瞬で断捨離はしない方がいいかなっていうふうに思います。やっぱりこう向き不向きっていうのがありますんで、はい、そういうですね、環境が思いっきり変わった時にパニックになっちゃいそうな人はですね、あんまり断捨離はしない方がいいと思います。じゃあどうやって捨てていくのかって言ったら、自分にこう鞭を打つような感じで、少しずつ少しずつ不要なものを捨てていくっていう、そういった感じがいいんじゃないかなというふうに思います。周りも断捨離やってるから、よし、私も俺もやってみようとか言って、ノリでやっちゃう人がいて、後でその後悔してほしくないんで、はい、こういうふうに動画で残しておくことにしました。はい。もしですね、この動画が1ミリでも面白かったです、ためになりました、よろしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。